それ以来ね、自分自身とのある意味契約ですよね、約束ごと。資産形成ナビゲーターのシャンティマキです。今日のね、これのタイトルは私の存在理由ビッグ Y についてお話しさせていただきたいと思います。私自身はね、悟りに興味があったんですよね。で、悟ってると言われる人たちに会いに行ったりしたんですよね。やはり自分の人生の目的って何だろうとかね、自分のミッション、存在意義って何だろう。で、みんないろんな人に刺激を受けて、でもね、人生は悩みより谷ありなんですよね。で、やっぱりその中でね、自分自身を見つめていったことが、やっぱり瞑想とかね、私40年ぐらいやってるんですけど、そういう機会が多かったんですね。で、いろんな人のおかげで刺激を受けてね、自分を見つめていったりしたんですね。どんな自分が好きかな、あの24歳ぐらいの時ね、自分嫌いだったんですよ、本当に。だからさっき言ったよね、笑顔がね、引きつってたりね、なんで自分は引きつるんだろうってね、いろんなこだわりがあった。で、あの時ね、一瞬だけどすごい自分が好きだなって思えた瞬間があったんですよ。嫌いでなかなか自分をいじめてた自分もいたんですけど、それはどんな自分だったかっていうとね、いろんなことに前向きに挑戦してんですよ。そう、ダメでもダメでもダメでも何回も何回も起き上がって挑戦してんですよ。で、その自分がね、一瞬だけどすっごい好きだなと、自分のことすごい好きだな、挑戦してる自分って素敵だなって自分で自分のことを思えたんです。そしたらね、初めて自分をね、受け入れられたっていうか、認めてあげられたって 100% ね、自分が好きだなって思えた瞬間があった。だからね、それ以来ね、自分自身とのある意味契約ですよね、約束ごと。自分は、私は挑戦してますっていうね、言葉がね、自分の心にね、刻まれてね、何かあった時挑戦しようって思うようになってったんですね。そしていろんな人生のね、まあ山もあったけど谷もたくさん経験してですね、で、自分の人生の目的は何なんだろうなって思った時に、ふと自分の人生を振り返ってみるとね、私の人生の目的は愛と勇気をね、与えることであるね。私、チャップリンのね、24歳にね、人生は素晴らしい、人生で必要なのはたった3つだ、勇気と想像力と少しのお金だっていう言葉がね、バッチリと心の中に入ってたんですね。で、私の人生の目的って何だろうなって、愛と勇気を与えることなんだっていうふうにね、思った時にね、なんかすごいストンとね、腑に落ちた。そう、そして自分自身の本質って何だろうなって、自分のビジョン、ミッション何だろうなって思ってった時に、マザーアースって言うんですけどね、母なる地球のために。そう、地球がね、今ね、感染症とかね、気候変動とかね、いろいろ地球がね、困ってるわけですね。でもね、人類っていうのはね、英知と想像力があるから、それを使ってこのマザーアースね、母なる地球をね、未来の子供たちにね、豊かな地球を引き継いでいくこと、そう、これが私のビジョンだったんですね。そしてミッションというのはね、全てはね、母なる地球のためにあるがままの自分で、愛と勇気を与える、そんなね、女性たちをね、増やしていきたいなって思うようになったんですよ。なぜ女性たちかっていうと、みんなね、女性から生まれてるわけじゃないですか、ね、そうやって生み出す女性がね、あるがままで愛と勇気を与える優しい人であったなら、幸せな人であったなら、子供たちはきっと幸せになっていくだろうなって。そうするとね、みんながね、この地球をね、守る、ね、豊かな地球を愛する、愛して守って引き継いでいく人間本来のね、そういった能力がね、英知と想像力を使ってね、いろいろ出てくるわけですよ。そしてこの豊かな地球をね、引き継いでいくことができるんじゃないかなっていうふうに思えるようになってったんですね。今日はですね、自分なりのね、私の存在理由ビッグワイ、ミッション、ワとビジョンを語らせていただきました。このチャンネルでは、将来のお金の不安に悩む起業家さんへ、
たった1年で心からの安心感を手に入れるためのお金の増やし方をお伝えしていきます。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。